シホミエツコは日本の女優、歌手、フラワーアーティスト。海外ではスー、シオミの名で知られ、日本で初めて女優自らスタント、ギトー演じ、1970年代から1980年代にかけて活躍したジャパンアクションクラブが初めて輩出した女優でもある。愛称はエッちゃん。岡山県岡山市東区最大寺出身。本名、 長渕悦子、旧姓、塩見。父親が大倉省国立印刷局に勤務する家庭に長女として生まれた。弟が一人いる。岡山市立最大寺中学校から1971年、岡山県立最大寺高等学校へ進学。子供の頃から運動が得意で、中学、高校と陸上部に所属。中学時代には80メートルハードルで、 13秒4という岡山県歴代2位の記録を残す。1968年から放映されていたテレビドラマキーハンターを見て以来千葉慎一の熱狂的ファンとなり感化されたしほみは高校生の時にスタントパーソンになりたい夢を抱く。1972年8月千葉が主催するジャパンアクションクラブを受験して合格。 同年10月に上京して入会するとともに、中野学園高等学校に転校し、1974年に卒業した。1973年、千葉新一主演映画、ボディガード牙で、牙、直人の妹である牧野義人の吹き替えをし、本名の塩美見子でデビューを果たした。テレビドラマ、現代、鬼場幕を、殺愛で、主演、千葉の妹、 大橋芸味役を経てシリーズ化された映画ボディガード騎馬必殺三角飛びでは千葉の本名から法一時もらい受け本作から芸名を志保美悦子にして活動し始める芸名の名付け親は当時の千葉夫人だった野際陽子で仕事で大成するには本名を崩してはいけないという考えから本名の読みをほぼそのまま残した芸名となったテレビドラマ キカイダー0の第30話、悪魔天使美人ダー出現からマリアクでレギュラーになった。1974年には千葉新一主演映画、激突。殺人剣に助演した後、映画、女必殺剣の主人公に選ばれる。日本では同年8月31日に公開され大ヒットし、千葉新一。 山下忠の空手映画と同様にシリーズ化された。女必殺剣シリーズとして、同年12月には女必殺剣危機一発、翌年8月には帰ってきた女必殺剣と風切りし、同シリーズは海外でも公開され、数史褒美の異名で世界的に知名度を上げ、出世作となった。券儀だけでなく格闘メインにし、 吹き替えなしで複数作品に主演したアクション女優としては日本映画史上初の存在であり、その後も追随する存在は出ていない。1975年には、梶原一期原作の映画、若い貴族たち十三階段の巻き足褒美のパラオもない的なな変化が見どころの映画、華麗なる追跡。翌1976年には、必殺女剣士、 女必殺五段剣といった空手映画など主演作が相次ぎ、当時の人気スターのバロメーターであったブロマイドの売り上げがナンバーワンとなり、以後数年間その地位を固守した。初主演に起用した鈴木即文はシホミを清潔で情感豊かに演じる出色の感性があると評している。また、若い貴族たち13階段の巻を監督した内藤が解雇する、 ヒロインが不良少女役であったことがファンの強い反発を受けたというエピソードはダーティサを排したイメージが当時のシホミの心情であったことを物語っている。彼女の演ずるヒロインは激しい暴力や拷問は受けてもヌードや性描写は一切ないのが常であり、その種の路線のエキスパートである鈴木即文ですら言葉によるセクハラに留めている。千葉慎一主演映画、逆襲 殺人剣、直撃地獄剣大逆転、少林寺拳法、撃殺、邪道剣、ゴルゴ1 3級流の首の助演や、テレビドラマでも、ザ・ボディガード、ザ・ゴリラ7、燃える、捜査網、オーヒー挑戦にレギュラー出演し、JAC における、千葉の妹的な立場となった。その一方で、東京、下町の鉄工所を舞台に幼い時に分かれた。 母親を迎え入れた家族の人間模様を描いた千葉主演のテレビドラマ七色トンがラしではホームドラマにレギュラー出演しスタントや偽ト演じない初めての作品は芸域を広げる天気になった大江戸捜査網にて初の時代劇に進出普段は自分の正体を隠して探索を行い悪を倒す忍者集団である音密同心風で レギュラー出演。時代劇だが、しほみの立ち回りシーンにはほとんど日本刀を使わず、蹴り技やヌンチャクで相手を倒す、偽刀披露した。この頃から、刑事ドラマ、明日の刑事、ドラマ人間模様サーカス、柔道ドラマ、姿三四郎、学園ドラマ、熱中時代、気になる天使たちで教師を演じるなど、それまでと異なる作品にも出演。 その後も、運動神経を活かした仕事に多く恵まれた。バラエティ番組では、見どころガンガン大放送に初出演。学園を舞台にしたドタバタ劇で、シホミは、劇中で、シスター兼教師で登場し、ミニスカートでのアクション、ギトや、歌を歌うなど違った一面を披露。独身男3人が、互いの友情を深めていく、やる気満々や病院を舞台に大家族が繰り広げる。 妙オ女性一匹スリーなどのホームドラマにも立て続けにレギュラー出演しアクションだけではない女優として認知されるようになった。アクションコメディの刑事ドラマ噂の刑事トミーと松では清わな弟トミーを知った激励している姉、サチコを演じた。映画瞳の中の訪問者でヒロイン片平なぎさの友人1978年の映画 野牛一族の陰謀では、千葉慎一憤する、野牛十兵衛光吉の妹で、男装の剣士、野牛茜に憤し、工業収入30億円以上を記録した。同映画は連続ドラマ、野牛一族の陰謀として放送され、野牛茜を再び演じている。以降、野牛暴れ旅の続編となる、野牛十兵衛暴れ旅でも、野牛茜で、レギュラー出演し、 本作での主題歌、明日よ、風にえ」も歌っている。1978年の映画、宇宙からのメッセージではガバナス帝国の侵略を受けて、追われる身となった惑星ジルシアの王女、エメラリーダ・ダビメ。1979年には、映画、近代地公介の冒険、コメディ映画、ピーマン80に出演した。1980年には、時代劇、影の軍団シリーズで、 服部半蔵影の軍団のみ、第9話のゲスト出演だったが、影の軍団2、影の軍団3、影の軍団4、影の軍団幕末編までの全作品を、それぞれ役名が変わりながらも、各ドラマの主要人物として出演していく。同年、JAC の弟分、真田博之の初主演となった、東映の時代劇映画、忍者武芸長百地三太優で主人公、 高丸に加勢する中国の女剣士、アイレンを翌1981年にも同じく、サナダ主演のアクション映画、ホエロ鉄拳に助演し、サナダの姉役として、盲目の空手の達人を演じる。この頃には、千葉の主演映画、冒険者神風アドベンチャラー神風マイナスに、亀を出演するなど、JAC が関わる映画ではサポートへ回る配役が多く、 サナダに続く JAC の若手ホープ、黒崎明主演映画、いがやかバマル、光太郎まかり通る、にも応援出演。1981年には、映画、魔界天章を演劇化した、野ギ十兵衛魔界天章で、天草四郎時貞を演じ、同時上演では、JAC 創立からの物語である、スタントマン物語にも出演。 1982年から1985年まで JAC 総出演のミュージカル、愉快な海賊大冒険、酔いどれ公爵や水曜ロードショー特別企画として放映された JAC 総出演のテレビドラマ、素晴らしきサーカス野郎にも出演。映画、鎌田更新曲では本人役で友情出演し、時代劇映画、里見八犬伝に八犬氏の一人、犬坂家ので出演。 同作品は、配給収入23.2億を超えるヒットをした。1984年には、芸能界を舞台にした、青春映画、ザ・オーディション、上海バンスキングに出演。上海とジャズを題材とし、日中、太平洋戦争の激動の時代を生きる、中国人歌手、林修霊を演じた。テレビドラマ、金曜日の妻たちへ通にレギュラー出演。 サラリーマンの愛人であるスナックの店員、大石千佳を演じる。バラエティ番組、金ンドン。良い子悪い子普通の子おまけの子に出演。良い、悪い普通のおばあちゃんと妻のエツちゃんでコントを行い、これまでのイメージを一新することとなった。1985年には JC より独立し、個人事務所、ハンドレッドを設立。映画では、角川春樹事務所、 創立10周年記念作品、二代目は、クリスチャンに主演した。同作は、劇作かつか公平がシホミを念頭に、原作、脚本を執筆をした作品で、教会に仕える聖人なシスターが、ひょんなことからヤクザの二代目を襲名する物語である。シホミにとっては、除筆殺五段剣以来、9年ぶりの主演作となり、配給収入12.5億を超えるヒットとなった。 アクション場面もあるが基本はタイに耐えるシスターとしての主役であり、デビュー以来貫いてきた清純なヒロイン像の総決算ともなった。1986年には映画《熱海殺人事件》では警視庁の名物刑事、二階堂部長刑事の10年来の愛人で女刑事、水野智子をコミカルに演じるなど幅広い役柄をこなした。1八十六年六月から ホームドラマ、親子ゲームで、元暴走族で、ラーメン屋を営む青年と同居する恋人を演じた。撮影中に、志ホ美が、左手小指の付け根を骨折し、病院に向かう志ホ美に、長渕が付き添ったことから親密となる。不器用ながらもお互い惹かれ合っていくカップルが描かれた、映画、男は辛いよ幸福の青い鳥でも、長渕と共演し、志ホ美にとって、最後の映画となった。 この頃には公に親密に交際を育んでいることを双方とも認めている。1987年8月29日に長渕と結婚。入籍のみで済ますつもりだった長渕だが、諸婚である志保美は芸能人としてでなく普通の人としてひっそり式を挙げたいという希望から9月17日に師匠千葉真一が修行した寺の近くにある。 奈良県天川村の天が大米在天社にて、双方の両親と親しい知人のみの三列を前に、式を挙げた。長渕の意向で芸能界を引退したしほみは、癖のある男なので、専業主婦したいとこれ以降は芸能活動を行っていない。1988年3月17日に、長女、文音を授かったのを皮切りに、長男、WA k ア・ RU、次男、 長渕連打の娘、息子がいる。1996年8月7日には二人が結ばれるきっかけとなった男は辛いよシリーズの主人公、トラさんを演じる厚み清の不法が報道され、長渕、四穂美夫妻の連名入りで厚みへの追悼詩を寄せた。2002年には前年から始めた趣味のマラソンをきっかけに月刊誌、ランナーズ市上にて対談。 エツちゃんと一緒に話しそうが、連載開始。2006年、長渕の父が他界したことにより、葬儀に参列し、十数年ぶりに、公の場に姿を現す。2011年11月20日、長渕が経営する自由が丘のカフェ、ロック ON の特別企画に賛同し、東日本大震災復興支援、チベット難民キャンプ支援として、フラワーアレンジメントの写真集。 フラワーアレンジメントインスパイアー一か八かを自費出版で発売。それに伴い約5年ぶりに公の場に姿を現し握手会とサイン会を催した。なお、売上金は全額寄付されるという。2013年2月16日、地元最大寺で行われた最大寺会費の RSK ラジオに12月18日には TBSK 情報番組、 花丸マーケットにそれぞれゲストで招かれた。花丸マーケットは27年ぶりのテレビ出演となり、女優時代の回想や、フラワーアーティストとしての活動を語った。2017年1月10日、テレビ朝日、鉄子の部屋に31年ぶりに出演、近況などを語った。同番組では、ゲストのイメージに合わせた生け花や、フラワーアレンジメントを専属のスタッフが用意し、 配置するセットを常としているが、当日は近年、花活動家として活躍している、シホミ自らが生けた、再開と題した作品を使用した。ふとじは、主演作品。サウンドトラックオリジナルアルバムサウンドトラック。ありがとうございます。